久保さんまあ今回はねテーマがねできることをやればいいだけにしましょうかできることをやればいいだけ <laughs> うんさっきねコンサルをしてたんですけどなんかセミナーやりたいですと、うん、でセミナーでどうやってうまくしゃべればいいですかと僕が言ったアドバイスは何かっていうと、うん、無理だよと うまくなんか最初から喋れないんだから、できることをやればいいんだよ。じゃあできることって何かっていうと、あの、セミナー会場を決めて、セミナーやりますっていうことを言って、で、えー、うまく喋れなかったとしても、あの、目の前に立つことだよと。壇上に立つことだよと。うん。それは勇気があればできると。うまくは喋れるかどうかわからないけど、勇気があればできると。じゃあそれはあるのかというようなアドバイスをしたんですけど。 みんなね、最初からその、なんだ、できないことを悩んでるんですよね。います。生まれたばっかの赤ちゃんって泣いてるばっかですよね。久保さん泣いてるばっかですよね。<laughs> ね。何にもできないですよ。泣く、だから赤ちゃんってもう、よりすごいと思うんですけど、できることを一生懸命やってるんですよ。ね。できることって何かっていうと、一生懸命泣くぐらいしかできないですよ。 お腹すいたって言えないんですよ。泣くしか。うんこ変えてって言えないんです。泣くしかできないんです。でも、その一生懸命泣くことによって、えー、なんだ久保さんはお腹が空いたのかなとか、<laughs> ね、<laughs> あの、おむつなのかなとかね。もうそんな感じじゃないですか。泣くだけなんですよ。泣くだけで意思疎通ができるっていうね。意思疎通はできてないかもしれないですけど、何か相手に感じさせて、相手を動かすことができるってすごくないですか なん本来僕たちっていうのはできることをやってきたはずなんだけど、大人になるとできないことをやろうとする。まあそれはいい、別に否定してるわけじゃなくて全然いいことなんだけど、最初からできる人はいないってことなんですよ。で、その事実をなんか忘れちゃうんですよね。最初からできるわけないんで、ね、<laughs> うまくね。<laughs> なんか最初からなんか勉強を始めた瞬間から東大に受かるとかね、絶対無理じゃないですか。まだその、足し算も、 ね、覚えてないのに東大に受かるとかね無理ですよねうんだからその YouTube 始めるとか何を新しいこと始めるってなった時にじゃあ最初から月収100万稼げるのか稼げないですよだからやれることをやるしかないですよで結局その積み上げでしかないしうんでもなんかそこの圧倒的な事実をなんか忘れちゃうんですよねうん <laughs> 何なんですかね久保さんね。うんだからできることをただやればいいだけとそれを積み上げていくだけと言ってらっしゃる。